離陸。おー、できたできた。おーおーおお、なるほど。おおおお、おもしろい。こんにちは、海光寺です。今日はドローンご紹介します。クラウドファンディングの面白そうなドローンご紹介していきたいと思います。こちらです。じゃーん、シフトレッドドローン。これは親指1本で操作できる、簡単にね飛行できるっていうドローンなんですけど、8種類の自動飛行モードがある面白いドローンになってます。こちらご紹介していきましょう。開けていきましょうか。オープン。じゃーん、うほー、結構ちっちゃい。これ多分 200g 以下だと思うんですけど、じゃーん。あ、軽い軽い。なんか結構シンプルでスタイリッシュなトイドローンですね。ジンバルはついてません。ここにランディングギアがついてて、クリアで。ここ光るのかな？裏側行くと、ここはバッテリーを入れる格納庫でしょ？で、底面にはセンサーがついてますね。これビジョンセンサーもあるのかな？赤外線センサーかな？はい。こんな感じです。で、コントローラーがこれだ。おお、セパレート、これ親指につけてなんかこんな感じでやってたと思うんですよ。じゃーん、これ付け方合ってるのかな、こうかな。うわ、すごい。フィルムを剥がして、なんかここがセンサーになってて、ウニウニやって操作するのかな。だとしたらすごい面白いですね。ここに電源ボタンがついていて、で裏側行くとホイールがついてますね。ここのホイールもなんか操作に関係するんだと思います。底面がタイプ C のポート、充電用のポートだと思うんですけど、コントローラーこんな感じになってます。こんな感じでやるんですかね、すごい。ちょっと見ていってみましょう。あと付属品ね、付属品がマニュアル、バッテリー充電しておきましょうかね。あとアクセサリー、シフトのロゴ入りマイクロ SD カード 32GB ついてます。それから、あ、これはなんか工具ですね。工具がついてます。あと、タイプ C、A to C の USB ケーブル。あと、替えのプロペラー。それから、プロテクターついてますね。これが、プロテクターっていうのは何だろうな。プロペラカバーとは違うのかな。はいはい。こんなのがついてます。プロテクターつけてみ、あ、やっぱりプロペラガードだ。プロペラガードをつけると、こんな感じ。プロペラガードは、ここに通して、ガチャッとはめる。ガチャッとはめる。プロペラガードつけるとこんな感じ。すごいシンプルですね。じゃあですね、早速飛ばしていきたいんですが、クラウドファンディングの幕開けでキャンペーンを行われてるんですけど、そちらのページ見て、どんなドローンなのか、ざっと説明していきましょう。こちらがシフトレッドドローンの幕開けのサイトになります。この操縦新体験と書いてありますね。やっぱり操作方法が画期的なドローンなんですね。もうすでに 729% でサクセスしてます。ドローンがたどり着いた新境地、親指1本で操れる簡単操作、8種の自動飛行モード搭載、親指1本を動かすだけでラジコンのプロポのような操作技術は不要、手のひらサイズで携帯性に優れ、旅先でも荷物にならない、スマホがあれば自動操縦や撮影モードの切り替えで質の高い写真や動画撮影が可能。いいですね。デザインがすごいシンプルでかっこいいと思います。シフトレッドドローンは誰でも簡単に操縦できて空撮が楽しめるマイクロドローンということで、ちょっとね、早くねやりたいですね、この親指の操作。複雑な操作がなく、ドローン初心者でも最初から楽しむことができると。やっぱり底面に結構センサーがあって、あ、前面にもなんかあるみたいですね。あー、なるほどね。はいはい。こうしてこのコントローラーから親指を離すと上昇で、動かした方向に前なら前、後ろなら後ろ、横なら横っていくみたいですね。ほう。着陸はこのコントローラーにグッとつける、そうすると着陸するみたい。重量 93g、 最大飛行高度が 25m、 コントロール可能距離が 300m ですね。プロペラなどは付属のレンチで簡単に脱着できると。なので持ち運びの時にも邪魔にならないと。まあでもプロペラはね、つけっぱなしで移動したいですよね。飛ばす前にいちいちレンチでつけるってちょっとめんどくさそうなんで、多分つけたまま持ち運ぶんじゃないかなとは思いますけど。飛行中でもスマホで撮影モードを遠隔操作で、動画の画質はフルハイビジョン 30fps に設定すればテレビ番組と同じぐらいの滑らかさ、あと画質で動く動画が楽しめると。レンズ歪み補正がついてるんで、ああ、なるほど。なんかあんまり魚眼感が出ないってことですかね。シフトドローンは正確な撮影モードからスポーティーなレーシングモードまで4つのスピードモードがあって、スピードモードは全く異なるドローンの体験をすることができるそうです。
カジュアルモードでは動きは非常に遅くなると正確な撮影に適しているモード。ジョイモード、スポーツモードは動きが速くなってダイナミックムービーを楽しんだり作成できたりすると。エクストリームモードは非常に速くエキサイティングな動きを体験できるということですね。コントローラーを使用して簡単に設定変更できる。これはいいですね。飛行中にジョグダイヤルを2秒間クリック。ジョグダイヤルはこれですね。これを2秒間クリックするとモードを変えられると。多彩な8つの自動飛行モードでプロ顔負けの撮影。自動飛行モードがね、8パターンあると、オービット、ドーリー、ドーリーイン、ドーリーアウト、フォローイング、ホリゾンタルトラッキング、ヨートラッキング、ヒーロー、おー、なんかいっぱいありますね。こういう自動飛行モード、自動撮影モードかな、これが8パターンあって楽しめると。高性能センサーを内蔵していて、一定の軌道や旋回往復、対象物の自動追尾。あ、こういうのもできんだ。360度水平回転など、スマホの専用アプリで簡単に設定。結構多彩ですね。シフトレッドドローンのレゼロパイロットモードを上手に使えば、プロでも不可能だった情景の撮影も思うがままとありますね。ああ、なるほどね。撮影パートナーがいなくても自動追尾モードで自分が運動している動画もセルフで撮れちゃう。これがいいですよね。アウトドアで、まあ一人で撮影するときには、セルフィードローンとしても優秀だっていうことで歌ってるんだと思いますけど、シフトレッドドローンはフル充電で17分の飛行が楽しめる。充電まではわずか60分ということですね。USB Type-C っていうのはいいと思います。充電早いんで。親指1本でコントロール自在なので、中学生くらいであればすぐに操縦マスターできるでしょうと書いてありますね。まあこれな、ちっちゃい子供でも安全に配慮してドローンが当たらないように、まあ安全に配慮してやらせてあげたら結構楽しいんじゃないかなと思いますね。おお、素人では危険な屋根のトイやゴミの詰まり、スズメバチの巣の確認などもこのシフトレッドドローンでやりましょうみたいに書いてありますね。なるほどなるほど。キャンプやハイキング、登山に、旅行やマリンスポーツに、ペットやスポーツ、趣味の撮影に、はしごが届かない場所や人が行けない場所の状況確認に、まあいろいろ用途がありますね。ドローンの使用サイズは 194mm×188mm×59mm。 これはプロペラプロテクター接続時ですね。で、重量が 93g、 無線周波数 2.4GHz で 300m までの通信、最大飛行高度が 25m、 飛行時間が17分。動画配信っていうのは多分ストリーミング映像だと思うんですよね。スマートフォンで見られる解像度が 720p、 録画が 1080p、 30fps、 カメラセンサーが 5mCMOS、 焦点距離が 40m から無限遠。焦点距離は 40m からなんですね。 40cm じゃないのかな。これもしかしたらちょっと要確認ですけど、 40m からってことないと思うんですよね。多分焦点距離 40cm からなのかなと思いますけど、画像ファイル形式が JPEG、 動画ファイルが MP4、 バッテリーが 1100mAh で17分の飛行ですね。はい、充電時間60分で、コントローラーは 67g、 稼働時間が60分ですねって感じになってます。じゃあ早速飛ばしてみましょう。さあ今ね、充電しておきました。まずはアプリも入れなきゃいけないですよね。アプリはこれシフトドローンです。これ入手して接続して飛ばしていきましょう。本体の電源はこの底面のこの部分、これを押して、お、ついた。アプリにチュートリアル出てきますね。まず電源オンにして置いて Wi-Fi で接続しろと。ドローンの電源をつけると Wi-Fi 設定にシフトドローンというのが出てくるので、まずこの Wi-Fi を接続します。初期の設定ではパスワードが 123456789 だそうです。これで接続してアプリの画面に行きましょう。お、接続できたかな。よいしょ、シフト、おー、できたー。接続されてる、イエーイ。簡単ですね。じゃあですね、コントローラーもつけていきましょうか。コントローラー電源オンするときはこのリングとコントローラーを30センチぐらい離しておかないとダメだそうです。長押しして、あ、そうだ、これ長押しして電源つけるとこのドローンもなんか動くんですよ。オン、接続、あ、できた。くるくるってちょっとプロペラが回ってピカピカってね、 LED が光ってくれますね。これで接続できたんで、え、もうこれで飛ばせんのかな。まだね、飛ばしたことないんですよ。どうかな。よいしょ。さあ、ここにシフトドローンがいますが、え、離陸したいな。ちょっと全然やり方わかんないけど。ウェイ、離陸ふぅ、あ、待って、待って、危ないよ。おい、ちょっと待って。
おお。大丈夫大丈夫。大丈夫。もう一回飛ばしてみましょう。ちょっと下の方から行こうかな。これをグーッと押して離陸します。で、この上で動かすんですよね。あ、できたできた。おおおお、なるほど。おおおお、あー、わかった。はいはいはい。おお、この指の動きに連動して上、下、あと全身、後退。おお、しゃ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 。ここのコントローラーを、このリングとコントローラーのこの隙間を一定にして動かさないといけないんですね。グリ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 で、上昇とか下降とか左旋回とか、あ、スライドですね。スライド、エルロンしたり前進したりで、このダイヤルで機体の頭の向きを変えられます。回転できますね。さあ、じゃあですね、外で飛ばしていきたいと思います。はい、海の方に来ました。じゃあ早速飛ばしていきたいと思います。ちょっと天気悪くなってきちゃいましたけどね、やっていきましょう。離陸。おお、これで、おお、すごい。おお、楽しい。親指で自在にコントロールできます。おお、ここのダイヤルで、おお、すげえすげえ、面白い。方向も変えられるんですね。おーい、早い早い。うわー、戻ってきたー。ここで繊細なね、コントロールをすると。ぐりーっと回したりして、ぐっと前に前に行け。おお、結構微細な動きもいけますね。こうゆるーく動かすこともできるし、グッとやると結構早く動く。ゆっくり動かすこともできるし、結構素早くも。すごい、慣れるとこれ結構簡単かも。前進、おお、後退、こんな感じでしょうか。じゃあこのドローンで撮った映像をご覧いただきましょう。どうぞ。Like a shiver, oh, the image of our fusion. In a moment we stole. In a moment we stole. And I said, はい、戻ってきました。いかがでしたでしょうか。結構面白いですよね。なんかこのね、微細な動きで本当に結構繊細にね、動かせるんで、慣れたら慣れたでこれは面白いかもしれないですね。ダイナミックにこう動かしたりするっていうのもできるし、ただね、これ結構集中しないと本当にこのセンサーと親指のこの位置で変わってしまうので、例えばこれをじゃあこっちの手に持つとかってやっちゃうと、グッと右にビューンっていっちゃったり、そういうことがあるんで、その辺はちゃんと気をつけないと、もう集中しないとあっちゃこっちゃいっちゃうかなっていうのはあるんですけど、結構面白いです。正確にしっかりとコントロールすることもできるし、慣れたらめっちゃ面白いと思います。でね、ここのね、レバー、ここのね、レバーでこの頭の向きをこう回転させられるんですけど、これをね、動かすときに親指ちょっとこっち後ろに行ったりするとビューッと後ろに行っちゃったりするんで、この位置を保ちながらレバーをグリグリやるっていうのも
慣れが必要かなと思いました。まあ、ただ結構ね面白いです。はい、気になる方いたらぜひチェックしてみてください。またこういったクラウドファンディングの面白いプロダクト、こういったドローンとか、あとはアクションカム、360度カメラ、いろいろガジェット系紹介してきますんで、よかったら次回この動画見てください。また今年はですね、いろんな賑やかなメンバー加えて最新のガジェット情報をお届けしていきますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あとみんなの SNS も貼ってあるんで、下のリンクからフォローしてもらえると嬉しいです。さよなら。